団長ちゃんに呆れられちゃうな。うん、違う。この気配は。さあ、どこ逃げやがった。あなたも。ちょうどよかった。この辺にタヌキが逃げてこなかった。質問を変えるわ。一体何をしているの。俺が何をしてようが、お前に関係があるんだ。 お前も森の動物で試し切りしてたのか。そう、森が騒がしいのもあなたたちのせいなのね。瞑想の邪魔なのだけれど。あ、だったらどうした。意見すると言うんなら、お前も黙らせてやってもいいんだぞ。強い悪意に通じない会話ならば 刃で答えるのみ。やめやがって。せいぜい後悔するがいい。これで やれるわ。そして相手に無駄。嘘だ。参るわ。まだだ。それでならば、よっ。いざ向かう。そこに、そこに。 行く。切り伏せ。前、接近。そして、切り開く。まだ。だ。まず。 これで無限かける。そして、前相手になって好きにはさせんぞ。無駄。違う。嘘だろ。行く。前行く。これ相手になって抵抗するって。 さて、行く。なら切る。好きにはさせんぞ。知りなさい。好きにはさせ相手になって。嘘だ。まだだ。 その命もらい受け。好きにはさせんぞ。
Finish. Quest clear. 思いは豊かだね。 さよなら、つまらぬものよ。 なんだこいつ。 剣がまるで見えん。 報告です。 アマルティアで機密の少女が。 機密の少女? それってまさか。 了解だ。 急ぎ艦へ戻り執行だ。 全員速やかに撤退しろ。 はっ。 おい、そこの女、 今日はこの辺で勘弁してやる。命拾いしたな。今の人たちってエリステ帝国兵よね。あの帝国は滅んだはずで、もうルリアちゃんが狙われることなんてないはずなのに。どうして。団長ちゃん、ルリアちゃん、待ってて。お姉さん、すぐに行くから。 一体どうして。さすが、というべきか。しかし、少々私が上回ったようだ。おい、しっかりしろ。まだ立てるよな。私も余裕はない。悪いが、次で決めさせてもらう。待って、もうやめて。カタリナ、問答無用。あ、待てか。カタリナ注意。 この女の相手は我々が。ソイン、下がれ。相手の力量を見誤るな。これは相当な手だれだ。ナルメアさん、団長ちゃん、ルリアちゃん、リーちゃん、もう大丈夫だからね。ナルメアさん、あのカタリナの様子が、まるで人が変わっちゃったみたい。一体何が起こって。おい、気をつけろ。 姉さんが仕掛けてくるぞ。来い、アレス。アレス、強い敵意を感じる。この青少女、暴走しているの。くっ、団長ちゃんたちのためにも 絶対に負けられない。
前進。ファンシーに捨て、すべてファンシー。いい感じだ。ちゃんこそ痛いところはないかな。こいつは頑丈だからな。ちょっとやそっとじゃくたばったりはしねえぜ。すまない、ナルメアども。手間をかけたようだ。ありがとうございます、ナルメアさん。ナルメアさんのおかげでカタリナも元に戻りました。そんな、私は何も。ルリアちゃん、お腹が減っちゃったのね。お姉さんが何か作ってあげよっか。じゃあ、みんなで船に戻りませんか。みなさん、ご無事ですか。よろずやさん。おや、その様子だとカタリナさん、元に戻られたみたいですね。なるほど。となると、指揮官の不在も原因の一つでしょうか。何かあったの？実はですね、アマルティアへ侵攻していた帝国軍が撤退を始めまして、それで今度はバルツ公国に向かったみたいなんですよね。バルツに？しかもアウギュステの方でも何とも説明のしづらい混乱が起きているそうでして。バルツはイオの故郷だし、アウギュステにはオイゲンさんが滞在している。とりあえずみんなでグランサイファーに戻ろう。それからどっちに行くか考える。うん、ここからは私も一緒だよ。お姉さん頑張るからね。へえ、こういう展開もありなのか。結構面白いじゃない。歪んだ因果による可能性の一つってわけかい。ま、しばらくは静観させてもらうか。
ここは僕に任せて。気をつけてください。頼んだぜ相棒。よし、どうぞ。無限カブラ、どうも無駄ある。その蝶々、あたし好きかも。